ここは津市被災北口っていうところですね。で、ここは幹線道路があって、ここになんか食堂があるんですね。これ、もろにあれじゃないですか。本当焼肉ばっかしですね。ちょっと運転してるんでアルコールはいけないんですよね。とりあえず焼き野菜とかね、あと何か、あと鶏焼き、波の方と、あとあれですね、砂地も頼みました。全部でいくら分ぐらいかな。はい、はい、これですね、砂地も一緒に入ってる。これを焼いてあとご飯食べるっていう感じですね。でも入ってしまった以上食わないわけにはいかないから、まあ、なるべく回転率高めるためにパパッと食って出ていくことにします。今美味しいけど、砂肝もめっちゃ硬いんだけど、なんか中途半端な時間なのにすごい混んでるから、多分人気店なんだろうねこれ。確かにこのタレは美味しい。若鶏じゃない方だったらなんかすごい歯応えがあるね。ちゃんと食べ方を分かってるよこれ。よく焼いた方がいい、ほんと。ちょっと焦げるぐらい焼かないと硬い、しっかり焼くと砂肝でもまあまあ食える。よく焼くことだねこれ。藤岡岡食堂、今午後4時で、それ中途半端な時間なのにすっごい人気店なんだけど、なんでこんな人気なんだろうね。でもあれだね、まあうまいってうまいんだけど、結構こう食べ方にコツがある。もう最初から鶏肉をどんどん入れて、で しっかり焼かないと硬いから、お肉が、まあ味は美味しいんだけど、そこだね。早くどんどんお肉入れてしっかり焼くことですね。ということで藤ヶ丘食堂のレポートですが、食堂っていうのもこれ焼肉屋です。鶏肉の焼肉屋です。コースとかないです。